こんにちは。うぷ主のディスコと。皆さん、こんにちは。青月カンナです。さて、今回でようやくこの前のアマゾンブラックフライデーで買ったものを一通りネタにすることができた感じなんですが、さてカンナちゃんに問題です。はい。今年のブラックフライデーで私、充電機材とか食品とか、オーディオとかまあかなり幅広くいろいろ買ったと思いますが、その中で一番たくさん買ってたものなんだ？充電器は今回は1個だけか。ストレージもそんなに買った印象ないですし、他に買ったものといえば、そういえば、キャプチャ関係の機材を結構買ってなかったでしたっけ？大正解っす。いやー、これ多分覚えてる人いると思うんすけど、3ヶ月ほど前に私、Amazon で中華の1万円で売ってるキャプチャボードを買ったんすよね。ああ、あの意外と使えてびっくりしたみたいなやつでしたっけ？そうそう。で、すぐ壊れちゃうんかなとか思ってたんですが、現在3ヶ月間かなりの高頻度で動画撮影のために利用しまくってますが、マジで全く問題ない。ベンチマークとかで長時間録画してても特に不調になることもなく、快適そのものって感じで。で、まあここからが私の悪い癖なんすけども、1万円でとりあえずしっかり使えるものが手に入った。じゃあ、もっと安いとどうなんだろ。まあだ、アマゾンの奥地に調査に赴いてしまったのか。人の夢は終わらねえ。ってことで、今回はさらに価格を落として、Amazon で2000円台から5000円台くらいまでで販売されている4機種を追加購入して実際にテストしてみます。ただ、今回はある程度検証に目処がついていて、セール配信時に Amazon で激安キャプボをすでに買っている民の方々から。そんな民がいるのか。激ヤバスペックキャプボの特徴を3つほど教えてもらいました。まず1つが解像度詐欺。フル HD 録画を歌いながら明らかに解像感がフル HD 以下らしい。ちなみに同じような属性でフレームレートが全然出ない機種ってのもあるみたい。60fps 対応を歌いながら 30fps みたいなね。二つ目がオーディオがモノラルの機種がある。普通キャプチャって左右のチャンネルの音を録音するもんですが、なんと中にはモノラルの機種に当たった方もいたらしいっす。で最後に OBS に認識されない。これが一番致命的で、標準ドライバで動かないことは序の口で、散々ドライバを探し回って。海外の超怪しいサイトからドライバを入れてもダメだった。という結局使えないで終わっちゃってるじゃん。って感じの3種類が多いみたいっす。普段からこれを試して回ってる、激安キャプボの民マジで強者すぎるな。ってことで、今回は1に対しては録画データの比較で検証して、2に関してはこの後お見せしますが専用検証用動画を作りました。3つ目に当たったら、諦めます。で、2のモノラルじゃないかを確かめる方法としてこんな動画を用意してみました。イヤホン、ヘッドフォンの人ちょっとびっくりするかも？ステレオ音声のテスト用データです。現在は右から音声が出ています。ステレオ音声のテスト用データです。現在は、左から音声が出ています。とまあこんな具合で、これを実際にキャプチャ対象の PC で再生して、録音されたデータを確認すればステレオかモノラルかわかるって寸法ですってことで。前置きはこの辺にして早速今回テストする機種の紹介に行きましょう。まずはエントリーナンバー1番から。エントリーナンバー1番、前買って動画にしたやつ。あ、これも試すんですね。これはある意味指標ですね。この機種に関しては接続が USB 3.0 であること、フル HD の 60fps で撮影できることは私がもうすでに検証済み。今回の動画の中ではいわゆる基準的な感じで使おうと思ってます。ちなみにお値段は中華無名メーカー系キャプボとしては少しお高い1万円。では次エントリーナンバー2番の紹介です。エントリーナンバー2番、大手なら激安でも大丈夫。ユーグリーンさんの3000円キャプボ。私、この前の買い物報告動画まで、ユーグリーンさんがキャプボ出してること知らなかったんですよね。私は知ってはいたけど買ってなかったって感じでした。ちなみにこれ、私のリサーチ不足だったんですが、解像度はフル HD までなんすけど。なんと録画に関しては最大で 30fps らしいんだよねー。なので、安い。けどフル HD30fps までだよ。っていう制約のある商品。うわ、地味に用途を選びますね。まあそこが割り切れればユーグリーンさんっていう大手のネームバリューと、3000円というお値段で一応解像度はフル HD でキャプチャできる商品が買える感じ。ちなみにささっと内容物も確認しちゃいますが、中身は超シンプル。説明書、保証書、本体っすね。まあ安いしこんなもんでしょう。たださすがユーグリーンの名前を冠しているだけはあって、本体の筐体はアルミで、全体的に質感もいいし、USB の変換アダプタも標準付属でした。おお、確かに、
ものは、めっちゃいい感じですね。この USB-C から標準への変換アダプタもめちゃめちゃスムーズで作りもいい。では次の機種を見ていってみましょう。エントリーナンバー3番。個人的には一番気になってる、すっげー安いのに評価が結構良いケツボ。ほう、パッケージからはチープ感が感じられますが、評価はいい感じなんですか？私もパッケージを見たときはちょっとヤバそうと思いました。が、スペックとしては公式にはフル HD の 60fps でのキャプチャに対応と記載されており、レビューでもフル HD60fps でキャプチャできた、という声が多数。本当にできるなら2500円くらいにしてはお得すぎるスペック。ただ、その肝心なレビューも怪しさが漂ってしまうのが、なんと中に Amazon で星5レビューを書いてくれたらギフト券がみたいな紙が入ってました。あちゃ。まあ規約的にどうなのかは私はわかりませんが、これが入ってると、あ、星5レビューも信用ならんな。ってなっちゃうからマイナス効果でかいと思うんだよね。一応説明書は日本語表記のものが入っていました。まあ早い話が標準ドライバーで OBS で使えるよって感じでしたね。で製品自体ですが、お値段にしちゃこちらも悪くはない感じっすね。アルミ筐体で割としっかりした感じ。ただ USB-C からの変換アダプタはなし。あ、そうそう、それとさっきのユーグリーンさんのコンパクトなやつもそうですが、これもパススルー機能はないっすね。ほぼ無遅延で出力できるやつ。あ、本体に HDMI のアウトプットがあるとできるやつですよね。まあ、筐体サイズ的にもお値段的にも仕方ないか。多分 PC2 台体制とかゲーム機と PC とかで、結構ガチにプレイしながら録画をしたいという方だとパススルーは必須だと思うんすよね。それが欠点かな。では次の機種。エントリーナンバー4番、5000円以下で今話してたパススルー機能搭載のケツボ。おお、やっぱ、お値段も5000円が近づくと多機能になってきますね。ですね。本機種のセールスポイントは今お伝えしたパススルーと、録画解像度がフル HD の 60fps って部分ですかね。で、これは結構有名なミラボックスシリーズってこともあって、割と安心して買ったんですが、早速1点ヤバい要素が見つかりまして。これね、ダメーなやつですね。あー、これダメっすね。USB3.0 対応って書いてあるんですけど、明らかにこの端子を見ても 3.0 対応じゃないんですよ。この付属の USB ケーブルも青いのに中4ピンしかないんですよね。普通 USB3.0 対応ってこれが1万円ぐらいするだけあってちゃんとしてて、ここ見るとちゃんと USB3.0 対応なんですよ。この細かい端子がパーって生えてるんですけど、ここ見てもらうとさっきの端子形状と全然違うんですよね。で、奥に4つだけ生えてる、これ USB2.0 ですね。だからん、これはいくないっすね。筐体にも USB3.0 と表記してあって、端子部分もわざわざ青くしてあって USB2.0 ってのはちょっとなーって感じ。これに関しては、録画できるか、うんうん以前に表記スペックと違うって話ですもんね。ですねー。ということで今回の中でこれは明らかにヤバいのでおすすめはしません。概要欄にもリンク掲載しないので、どうしても気になるっていう方はググってみてください。では次が最後、これには結構期待してますが、エントリーナンバー5番、ユーグリーンさんの6000円でパススルー搭載のケツボ。はい、これは多分今回の中で一番期待している製品ですが、ユーグリーンさんの上位モデルのケツボですね。お値段はクーポン込み5000円中盤って感じ。まあ、さすがに、メーカーのネームバリュー的にも、これは大丈夫だと思いたい。で3000円の下位モデルとの違いですが、一番はフル HD60fps 対応。そしてパススルー対応ですね。4K の 60fps までをパススルーできる設計のようです。まあ、コンシューマーゲームの録画とかなら十分すぎる性能ですね。やはり価格の差もあるとは思いますが、ここまで開封した商品の中では一番梱包もしっかりしてますね。圧倒的にかっこいいですね。品質といいデザインといいやはりかっこいい。あと、この機能がついてるキャプボってよく見るんですが、これゲーム実況者用の機能とかそういう感じなんだと思うんですけど、録画してる映像の音声をここから拾えるのと、録画してる映像に一緒に音声を載せるためのマイク端子もここにあるんですよ。まあ多分なんですけど、これがゲームしながら、まあでもソフトウェアエンコードでこっから音を入れるってことあんのかわかんないんだけど、ゲームしながら喋ってるマイクの音をここに入れると、HDMI と一緒に録画できるよってやつじゃないかなと思ってます。この機能って入門機から高級機まで割と搭載機種をよく見るんだけど、ソフトウェアエンコードなら OBS 側でマイクを乗せないのかなって毎回不思議なんすよね。この端子の使い道とか活用法を知っている方のコメントも飛む。
て、付属のケーブルは片方が USB-C、もう片方に変換アダプタ付きの USB-C って感じの構成のケーブルが1本と、HDMI ケーブルも1本ついてました。おお、HDMI もついてるんですか。まあおまけでついてくる分には困ることはないんでこれはいいですな。HDMI ケーブルを何本も持ってない人でもすぐ使えるセット。ということで、以上で今回試したい5個が出揃いましたので、ここからは早速ですが録画して実際にどのくらい使えるのかを見ていきます。一応一番初めに過去にレビュー動画にしたこの1万円の機種からいきます。ではまずは音声がステレオかどうかのテストから。ステレオ音声のテスト用データです。現在は右から音声が出ています。ステレオ音声のテスト用データです。現在は左から音声が出ています。ステレオ音声のテスト用データです。現在は右から音声が出ています。はい、すみません。これは私のミスなんですが録画音量をとんでもなく小さくしてしまっていましたが、とりあえずステレオで録画できていますね。では次はフレームレートの確認。フレームレートの確認はいつもの自作ツールでやります。超スローにしてみると一目瞭然ですが、はい、0.1 倍速にしてみました。一番上の 120fps とその下の 60fps は同じ動きで、さらに下の 30fps は 60fps よりカクカクしてるのがわかりますでしょうか。確かに、60と120は同じですが、30がちょっと遅れて動いてる感じ？ということはどういうことかというと、映像としては 60fps で記録できている、ということになります。まあこの機種がきちんと録画できることはわかってたんで、あくまでテスト内容の確認って感じでした。では、次は違いを感じてもらいやすいように、このユーグリーンの 30fps までしか対応していないものを試します。ちなみに PC に挿した時には、こんな感じで認識されていました。HDMI と USB っていう機器名。入力としてはきちんとフル HD で入ってることになってます。ちなみにリフレッシュレート選択では60が選べますが、取り込んでみると 30fps でしたので後でお見せします。ではまずは音声テストから。ステレオ音声のテスト用データです。現在は右から音声が出ています。ステレオ音声のテスト用データです。現在は左から音声が出ています。ステレオ音声のテスト用データです。現在は右から音声が出ています。はい、バッチリステレオになっていますね。映像に関しても問題なくフル HD で録画できているようですな。ただ、このキャプボはメーカー公式にも 30fps となっていたので、フレームレートの検証だとこんな感じ。わかりにくいと思いますのでさっきと同じく 0.1 倍速しますと。はい、これ見ていただくとわかるんですが、上3つ、120、60、30がほぼ同じ動きになってますよね。30と60の差がわからない。ってことは、30ってことですな。ん？まあ、これはちょっと残念ですが、メーカー公式に録画スペックは 30fps って言ってるんで、安い死者はないか。って感じですね。まあさすがにゲーム録画にはちょっときついかなーって感じはしますが、例えばセミナー用のカメラの映像を配信するのに使う、とか用途絞れば良いかも。では次のキャプボに行ってみましょう。ほんじゃあ次はこれ。ユーグリーンさんの小型のやつよりもさらにお値段が安いんですが、一応メーカー的にはフル HD60fps 録画と書いてあるやつ。これ本当にちゃんと録画できたらめっちゃお得ですよね。唯一の欠点がパススルーがないってことくらいでしょうかね。ベストセラー1位だし、私は結構期待してますってことで早速音声から。ステレオ音声のテスト用データです。現在は右から音声が出ています。ステレオ音声のテスト用データです。現在は左から音声が出ています。ステレオ音声のテスト用データです。現在は右から音声が出ています。はい、ということでこちらの製品もステレオ出力バッチリ OK っすね。映像も見た限りきちんとフル HD で録画されてますし、色もいい感じ。あとは、フレームレートが、きちんと60出ているかですね。ですな。そっちも確認していきましょう。はい、同じく 60fps と 30fps に差が感じられるかを試していきます。0.1 倍速にして再生していますが、お、これは30より明確に60と120のが動いてますね。30の映像が止まってる時も、60の方が動くタイミングがありますね。中間フレームが描画できてるってことになるんで、少なくともこれは 30fps よりは高く録画できていると言えるでしょう。ただ、これが 60fps 常にしっかり出せているか、って部分に少し疑問が残ります。っていうのも、一番最初の1万円のキャプボの映像になりますが。
これ、同じ 0.1 倍速にしてるんですが、明確にこっちの方が 60fps の動きが細かいんすよね。30が一歩動く間に毎回しっかり2回動いてる感じ。それに比べてこっちはなんかそれよりはもっさり気味っていうか、あくまで例ですが 50fps とかなんかそんな印象を受けるんすよね。確かに言われてみるとそうですね。というわけで、まあ一応30よりは高いフレームレートで記録はできてそう。だけど明らかに1万円のキャプボに比べると違いがわかるって感じ。ただ、音声はステレオで撮れてるし、お値段を考えると十分。と言える性能ではあるかもしれませんね。では次行ってみましょう。はい、次はこれ。冒頭で USB3.0 ではないことが分かってしまったやつ。ぶっちゃけこれはすでに表記スペックと違うってことが分かってるんで。ぶっちゃけ検証するのもどうしようかなと思ったんですが、まあ買っちゃった以上は一応やってみるかって感じで試してみます。ちなみに、これは挿したら OBS 側で。ミラボックスキャプチャっていう名前で認識をされました。今までのやつほとんど HDMI と USB とかだったんで、ここはちゃんとしてる？と言えるのかな？ハードウェア面でもちゃんとしてて欲しかった。まあ確かにそうか。ではオーディオテストから。ステレオ音声のテスト用データです。現在は右から音声が出ています。ステレオ音声のテスト用データです。現在は左から音声が出ています。ステレオ音声のテスト用データです。現在は右から音声が出ています。はい、これもちゃんとステレオに分かれてますね。今のところ今回買ったやつはどれもちゃんとステレオになってますな。これ幻のモノラルの機種には出会えなかったかな。では次はフレームレートのチェック。検証スタート。同じく 0.1 倍速で流してます。ちょっと待って、これ明らかに 30fps しか出てなくない？確かに60と30の差がほぼない。いやー、これ明らかに fps 出てないよなーって思って Amazon レビューを見たら、どうやら私と同じことを思った人は多いらしく、30fps しか出てないってレビューがかなりの数ありまして。検証されている方曰くなんですが、720p まで落とせば 60fps で録画できたとのこと。なんですが、それじゃあフル HD60fps 録画可能じゃないじゃん。ん？ぶっちゃけこれは USB の規格の部分からしてもですが、あまりおすすめではないですね、というか普通におすすめじゃないか。しかも極めつけには値段も高いんで、これを買う必要は全くないでしょう。パススルーできるメリットは唯一ありますが、録画性能で言ったらユーグリーンさんの3000円と同じだからね。キャプチャボードなんで、そもそもちゃんと録画できることが前提にあってのパススルーですもんね。です。まあこれはやめておきましょうってことで、最後、ユーグリーンさんの上位機種を試します。まあぶっちゃけお値段は今回買った中では前にレビューした1万円の機種に次いで高い約5500円ですが、フル HD60fps 録画、パススルーと思えば安い。本体側ポートが USB-C ってのも、結構ポイント高いですよね。激高です。マジでもう令和の時代だし全部 USB-C にしてほしいっす。ではまずは音声テストから。ステレオ音声のテスト用データです。現在は右から音声が出ています。ステレオ音声のテスト用データです。現在は、左から音声が出ています。ステレオ音声のテスト用データです。現在は右から音声が出ています。はい、ということでこの機種も音声に関しては問題なしですね。とりあえず、今回試した機種の中にはステレオがモノラルになる、とかの機種はなかったですね。ただこれはこのキャプボのデフォルト設定がそうなのかもしれませんが、なんか映像がちょっとコントラスト強めな感じっすかね。特に設定はいじってません。では次はフレームレートを試します。さて他のキャプボと同じように 0.1 倍速で録画映像を見ていますが、そうそう。これだよこれ。これは間違いなく 60fps 出てそうです。上の2つが明らかに 30fps に比べてコマ数が多いですね。やっぱ倍もフレームがあるはずなんで、本来はこういう風に見えるはずですよね。ということで、今回検証した中であくまで私の環境ではですが、この2機種は少なくとも 60fps だろうという映像が撮影できました。昨日もほぼ同じだし、こうして比べるとユーグリーンさんのやつのコスパがすごい。そして時点でこれは30よりもちょっと多い感じのフレームレートで撮影できてそう。ですが、多分映像を見る限り60は出てなさそうっすね。まあでも、これは、お値段がとんでもなく安いですからね。まあ 60fps が絶対に必要だ。っていうゲームとかの録画以外なら、意外とこれも使えるし悪くないとは思いました。ということで、ここまでで一旦一通りの検証パートとしては終わろうと思います。
動画自体はここで締めさせていただきますが、最後に色味やシャープネス感など、一通りどんな映像が撮影できるのかのテストとして、FF ベンチの冒頭のシーンをそれぞれの脚ボで撮影したものをおまけパートとしてこの後にくっつけておきます。ということで一旦本編はここで締めますね。カンナちゃんよろしくね。はい。皆様ご視聴誠にありがとうございました。もしよろしければ、チャンネル登録もお願いします。ではまた、次回の動画でお会いしましょう。それでは。今日も気合い入れていっか。うん、行こうぜ。気をつけてね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 。行くぞ。よし、行くか。